を見よう。軍神と呼ばれる上杉謙信へのいたずらを成功させ、気を良くした刑事と秀吉、自分たちの力に少なからず自信をつけた彼らは、次に侍の横暴に苦しむ農村を助けようと考えたのであった。俺とお前、力を合わせれば何かを守ることだってできるはずだ。そうだな、やってみせよう。自信。三人衆だ、三好三人衆が攻めてきたが、この村を焼けと松永久秀様のご命令だ。助け出しに来たぜ、俺たちに任せろ。守るぞ刑事、何としても助けてくれ。ありがてえ。どうした刑事、息を切らしたか。棟梁は三人、奴らを倒せばこちらの勝ちだ。よし、俺は家を守る、お前は皆を誘導しろ。皆急げ、ここは任せて逃げるのだ。おめえさんたちに出のあげをね、私には俺たちの意地があるだよ。俺たちの根性を見せるだ。意地か。そうだよ。楽しいね。よし、ならば俺も仕返せ。あいつら、あのおっかねえ松永の兵だべ。あんたを待ってる人のところへ帰りな。来たか。ああ、仕方ない。鋭く素早く終わらせる。それが情け。三人衆がやってきたんだよ。逃げろ。それが生きる術。ついに三流役者のお出ましかい。松永君の死神みたいだ。やれだべ。虫歯の数を数えてやるよ。そんなのよ、一体いつまで続くの。天下朝のごとく乱れる、誰かが治めねえ限りだな。仕方ない。泣きわめけ。
それが生きる花。一人減っても三人衆ダメ。着物を踏みにじられねばならぬ。楽しいね。死に何の舞台も肩なしだな。生まれか育ちか肩の上か。ならば俺はそれを憎む。全身全霊をかけて武力を悟れ。俺の家が二人減っても三人衆ダメ。シュート松永刑事、三人衆め松永とこさゲールだよ。土地に入ってくるでね。こっからおまん。予定が来る。よっしゃー、やったぜ秀吉。俺たちだって力を合わせりゃできるのよ。臭いものは元から立たなきゃダメ。今度の相手はこの騒ぎの元凶松永久秀でどうだい。かの共有。よし、俺が偵察に行ってこよう。ありがとうな、ありがとうな、ありがとうな。